チェンボーリンチェンボーリンは台湾出身の俳優。身長は180センチメートル、体重は70キログラム。使用言語は主に北京語と台湾語。また、英語と日本語も少し話すことができる。台湾、フランス合作る映画、藍色ツコ恋で映画主演デビュー。この映画はカンヌ国際映画祭、東京国際映画祭などに公式出品された。 その後も、最後の恋、初めての恋、アバウトラブ、アバウトラブ、カンオアイなどでに出演。日本での活動も、精力的に行っており、シュガースパイス風味絶賛や、暗いところで、待ち合わせといった日本映画への出演のほか、日本タバコ産業のウーロン茶の広告にも出演した、ことがある。2006年8月には、イモで、イスウェブ、ヤフー携帯の公式コンテンツとして、 チェンボーリンもオビレが開始された。2012年9月11日に日本政府によって行われた尖閣諸島国有化の際、チェンボーリンは騒ぎが収まるまで日本関連の仕事は進めないようにしますとコメントしたと報じられたが2013年2月にはいたずらな恋愛白書インタイムウィズユーの DVD リリース記念イベントで再び来日を果たしている。 http://chen-bolin.jp/.profil.html.ab 暗いところで待ち合わせインタビュー第3弾。田中玲奈チェンボーリン。cine macaf.net e,、M A c A F e.。2013年10月1日閲覧。abc チェンボーリン。映画、台北に舞う、雪の保全エンチ監督。 チェンボーリンさんインタビューよりもオリジナルの2014年3月16日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ p4xeb2014 年3月17日閲覧サーチなチェンボーリン日本関連の仕事を無期延期イコール台湾メディア2012年9月27日閲覧福住幸子 台湾エミー賞主演男優賞受賞チェンボーリン、来日。恋愛カム明かす。シネマトゥデー。2014年3月17日閲覧。福住幸子。アバウトラブ。カンアイチェンボーリン独占インタビュー。ウェブスタイル。2013年10月1日閲覧。大女優、シルビアちゃんのかっこよさに、チェンボーリン目当ての女性客もうっとり。 第23回東京国際映画祭。シネマトゥゲー。2013年10月1日閲覧。大ヒットドラマ、たずさえチェンボーリン来日、恋愛に、国境はない。映画ドットコム。2013年10月1日閲覧。十元、アイイーロダイモンヘテンチンガシは、リン、カツリン19年5歳合作。中国時報。2021年9月25日閲覧。 いたずらな恋愛白書、インタイムウィズ y o ー台湾エミー賞受賞コメント。かドラデラックス。2013年10月1日閲覧。ありがとうございます。